皆さんこんにちは。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。なんちゃって、午後でもね、昼でも夜でもね、このカップラーメンは食べれます。はい、今日はね、仙台辛味噌ラーメンね、こちらはね、ニュータッチから出てるものなんですけれども、凄麺っていうやつですね。これちょっと初めて食べるんで、食べてみたいと思います。お、生のこれ、生のね、これもやしと人参、生っていうかね、ちょっと蒸してあるんですかね、なんだろう、茹でてある、ごめんなさい、言い方おかしかったね。はい、かやくでーす。かやくね、はい、あとこれはね、後入れのね、液体スープの味噌のね、スープだと思います。ドドン。はい、それではお湯を入れてきます。なんか皆さんに見えてましたか。はい、ごめんなさいね。はい、お湯をちょーっと1000ぐらいまでね、入れていきます。はい、ストップかな。はい、こんな感じですね。はい、入れましたらさっきのね、これ調味材料という、これもやしとか入ってるやつ、これを蓋の上に乗っけてくださいってことね。乗っけてます。はい、味噌も乗っけますかね。はい、で5分間待ちます。5分待ってください。はい、それでは5分経ちましたので、こちらのね、お味噌を取って入れておきます。わお、わあっち、はい、それではまずこのもやしの方に入れていきます。最初スープから入れた方がいいのかな。じゃあスープから入れてきます。なんかどっち開くんだろう、ダメじゃん待って、横、え、待って、どっから開けるのこれ、横じゃない、開け方わかんないよこれ、わー最悪。開けることもできました。はい、豆乳、うわお、わー、ちょっと辛そうな感じするけど、トンニー、ふい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 、トンニーしました。はい、ではもやし、まず混ぜてからね、なかなかちょっと慣れてません。混ぜてですね、で混ぜます。はい、よく混ぜました。真っ赤かなって、あとね、こちらの調味なんだかっていうのがおかしいね。これなんか、もやしとかね、人参が入ってまーす。これをシャパシャパと、お水に、ね、軽く茹でてあるんですね。すごいですね、このもやしがね。さあ、よ。何かな、はい。はい、それではこちら混ぜてね、今から食べたいと思います。ちょっとね、この辛いのちょっと苦手になってきてます。はい、ではいただきまーす、ね、仙台辛味噌ってことでね、ニュータッチから出てたものですね。じゃあいただきまーす。あ、美味しい。けど、むせちゃった。いやー、やばいわ。むせて食べてるから、ね。でもね、美味しいですよ。麺も、まあ、太麺っていうかね、うん。普通のカップラーメンと違って、この、なんつったらね、チリチリ麺でもないしね。さっきなんか書いてあったけど、なんだっけ、凄麺って感じ、凄麺って書いてある、すごい麺。
うん。おいしい。うん。あのね、もやしもシャキシャキしてますね、これ。うん。うん。ちょっとこっちに飲んでみますか。まあ、程よい。まあ、辛さが、そうでもないですね。後から来るのかな。うん。でも、なんか食べれますね。こっちの、こっちはね、まあ、そんなにそんなに出ないですね。思ったほど。はぁ、美味しかった。美味しかったってか、まだ食べてないけど。こんな感じでした。それではまたでーす。バイバーイ。